今日の私服のファッションのポイントはありますか？ダブルなのと、はい、裏地が星なんですよ。おー、まあ、でもこれちょっとやりすぎました。かっこいいですね。はい、こそっと時計もいいですね。時計は今年のなんか競輪の番組で買いに行きました。あ、そうです、はい、初心者でも分かる特徴やアピールポイントとかってありますか？まあ、思いっきりの良さが自分のアピールポイントだと思います。競輪グランプリの見どころは何でしょうか？そうですね、お客さんの熱気と、まあ、みんな競輪選手の競輪人生をかけてきてるようなところなんで、そこの全員の気迫とかは見どころだと思います。はい、勝つ作戦とかってありますか？勝つ作戦は後ろの松浦さん強いんで、はい、松浦さんに仕事してもらって、はい、自分はいいとこ持っていきたいです。でやっぱりこうラインを組んでいく感じですか？はい、そうですね、松浦さんとライン組んで走ります。はい、あと私から個人的な質問なんですけど、はい、1億円手にしたら何を買いたいとかあったりしますか？はい、家欲しいですね。おー、はい、現金でですか？一括でこうドンと、まあそう、取ったですね。取ったら、はい、ありがとうございます。はい、まあせっかく1年かけてこう自分でまあ、頑張ってきた、まあ、1年の集大成を見せたいと思います。まあ、しっかり優勝を狙って走ります。応援してください。